日間のお昼ご飯と夜ご飯を紹介します。はい、ということで、はい、お昼ご飯でございます。イエーイ。今回のお昼ご飯はカレーうどん。カレーうどんです。これは昨日の夜の残りのカレーを使って、はい、カレーうどんにしました。こんな感じ。美味しそう。シジャンっぽくない。シジャンっぽくない。この色茶色箸はね、いろんな色があるんでね。そうなんですよ。じゃあ私は基本的にピンクで、リミが基本的に青か緑。はい。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。はい。いただきます。はい。今日からね、3日間ぐらいご飯を取っていこうかと思います。で、ちょっと朝は取れなかったんで、はい、昼思いついたので、今日の昼からスタートで、はい、3日後も昼。3日後ってことは、6食分ってこと、あ、9食分ってこと。長いな。2日か3日にします。2日かもしれない。2日分かもしれない。こんな感じで、これどうしたコロン？これもお腹すいた。これもお腹すいた。このもお腹すいたの？どう？美味しい。うん、美味しい。はい、じゃあね、飛ばす、洋服飛ばさないようにね。あ、飛んだ。飛んだ？はい。まあ、リミちゃん早く着替えてください。はい。では次のご飯で。お会いしましょう。取れない。はい、ということで1日目の夜ご飯はこんな感じで。はい。コロンがはいって言ってくれる。はい、こんな感じで。お魚もね、たまに食べるのでね。魚とお肉と豆腐と野菜と。リミちゃん白いご飯から食べるってでもすごくない？すごいね。白いご飯から食べるってすごくない？普通商品ないの？うん、違う。違うでしょ？普通違うよ、ね、お味噌から。お味噌？味噌汁って言ってよ。お味噌とか言わないで。はい、じゃあね、それに納豆もね、今日は食べましょう、はい、久々に。はい、じゃあいただきます。いただきます。これ、なめこ？なめこだよ。ということで、2日目のお昼ご飯はビビンバです。イエーイ。りーちゃん前髪がなくなった。そう、勉強してて前髪邪魔だったからピンで留めたのね。はい、はい、これはね、コストコで買ったあの混ぜるだけ簡単ビビンバというやつで、はい、それに目玉焼き乗せて、コストコで買った海苔を散らしただけでございます。はい、美味しいかな。食べたい。はい、いただきます。本当はね、わかめスープが良かったんだけど味噌汁になっちゃいました。なかったのでね。これね、コチュジャンだからちょっとつけて食べると美味しいかも。どれに？うん、そのビビンバにね。いただきます。どうしてお腹空いたか、これ。はい。コチュジャンをちょっとつけて食べるのもいいかもね。ちょっとこんな感じでつけてみようかな。うん、どう？めっちゃ美味しい。つけた方が美味しい。リミもつけてみる。つけた方が美味しい。これちょっと辛いかも。お好みだし ね、めっちゃ美味しくない？うん、美味しいよね。美味しい。つけた方が美味しい。そう、このね、コチュジャンもあのそのビビンバのね、中に入ってんだよね、うん、ついてたのね。そう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 。美味しいんだけど。固まってる？ん？どれ？卵？なんかやってみて。ちょっと半熟になってるでしょ。潰すと。どう？出てこない。出てこない。じゃあちょっと半分固まっちゃったかな、りみちゃんのは。しーちゃんのはちょっととろけた。卵。あ、ちょっとだけ、あれじゃん。うん、半、まあ、ちょっと固まった方が多いけどね。うん、はい、じゃあゆっくり食べたいと思います。はい。混ぜる。うん、混ぜよう。ということでね、2日目の夜ご飯はこちらになります。今回は餃子とクリーム煮で、白菜のクリーム煮です。白菜のクリーム煮と豚汁と
豚汁と野菜とご飯と、はいはい、そうですね、きゅうりと納豆もあります。そうですね、餃子はもうあのコストコの余り物なので、はい、はい、ちょっとね、いや食べちゃいます。はい、今日はもうね、あの一昨日買い物に行ってから昨日今日買い物行ってないの で、 そうです、ね、明日は行かないとあれかなっていうことでね、はい、あるものでこんな感じでございます。はい、入ってるかな、取り慣れてないのでご飯撮影って確かに取れてる多分はい、こんな感じでございます。はい、というわけでいただきます。はい、しほちゃん一気に水を飲んでしまいました。今日暑いよね今日は夏日でしたね。私本当に飲むんですよ水。確かにしほちゃんご飯の時水をよく飲むな。でもそれもね、いいことなんです。いいことですね、水はいくらでもね、うん、飲んでも暑い、うんうんうん、じゃあカービィのねお玉で取りましょう。はいあんまりうちね、こういう風に自分でこう、何、取る形式はしないんだけどね、うん、そうする、ないね、うん、リミがね、野菜食べないからね強制的にあの、個別にしちゃうんだけど、今日はね、うん、ちょっとね、ね、うん、オムライスとかそうじゃない？あ、オムライスはそうだね、取るね、まとめて作って、うん、うん、あの、卵とかさ、個別でやると4回やらなきゃいけないじゃん一気にバッてやった方がね、簡単になるから、うん、はい、じゃあゆっくり食べましょう。おいしい、これ、うん、おいしい、うん、よかった。うどんちゃん好き。はい、3日目の昼ご飯は焼きうどんっぽいのにステーキのお肉が乗っかっているという、あまり皆さんが食べたことのないご飯でございます。おいしそう。うどん細い。そう、細い。待って。パパはこういうお皿が大好きだよね。ダメよ。なんかね。はい。ダメよ。食べよう。じゃあね、スイーツにいただきたいと思います。私このお皿好きなの。白で可愛くない？真っ白ね。真っ白で好きなの。まず、こちら。え、これ何であるの？ん？これ。それをもらったんだよね、もらい物。こういうお皿はね、絶対買わないから、もらい物なんて。バーバからもらった気がする。あ、バーバかな。バーバもね、お皿いっぱいくれるからね。ね、あのラーメンの、あの、お皿ももらったよね。うん。結構覚えてるよ、私。食べたいな。食べたい。食べたい。食べたい。読まれないでください。はい、じゃあ夜ご飯でーす。はーい、夜ご飯はちょっと洋服違うけどねちょっとね、はい、今日はもう肉を焼いただけでございます。はい、でも美味しそうだね、はい、美味しそう。一応ね、まだ牛肉ございます。そうです、もうあとは野菜と、しーちゃんが食べたってたセロリ。セロリ我が家なんかね、セロリ好きだよね。セロリ好き、嫌いな人多いけどね、セロリって、ね、セロリ好きな人。はい、あれリミ嫌いだったっけ。うん、嫌い。嫌いなんだ。じゃあリミ以外はみんな好きってことだね。ことで、はい、じゃあいただきましょう。はい、いただきます。いける？はい、ということでね、本日のお昼ご飯はラーメンです。はい、これは高温わかめラーメンですね。そうですね、今日はしほちゃんも一緒にね、作ってくれましたね。はい、ということで、はい、今回ね、箸はね、おみくじで、はい、やるんですね。はい、おみくじで、はい、もうそれ、使いかけだけど一回使ったんだよね。クリスマスの時に初めて使って。クリスマスだっけ？そんな前だっけ？うん、まだ残って。正直新しい友達ができるだ。ゲーム内かな。ゲーム内そっか、学校行けてないもんね。何？私は小吉。小吉？素敵な出会いあり。二人ともどこで出会うんでしょうか。ゲーム内。ゲーム内だね、二人ともね、うん。だってどこにも行ってないもんね。どっち行くパパは。しーちゃんはだからゼルダに会えるの。大吉だ。ええー。
いいな。最悪パパが引くなんて。なんで書いてある？最強&最高の良い日だ。良い日だだって。いいな。ママは？大体引きます。ママは？じゃん。キッチププーだね。告白される日だって。イエーイ。ゲーム内？ゲーム内？ママゲームしないから。ほら。彼に大大吉あげるよ。やったじゃん。よかったね。神に悪くなる。ん？神様に悪くなる。そっか。そっか。あ、偉い。ちょっと自分ので食べますね。ねえねえ。はい、じゃあ食べましょう。はい。食べていいですよ。いただきます。いただきます。え、硬くないこれ？しーちゃん弱いんだよね、その辺の力ね。手の力が弱いんだよね。いただきます。私腕かな。手の手の握力はあるの、うん。手が弱いよね。腕かな。うん、手が弱い。はい、ということで今回の夜ご飯はこちらでございます。はい。今回はハンバーグがメインですね。はい。今日はパパご飯でございます。はい。パパが作ってくれました。すごい豪快なハンバーグですね。プロみんなで取るんでしょうか、うん、自分で取ってご飯に乗せて食べるって感じですかね。取る、うん、はい、わかりました。取れるか、取れる、あ、美味しいやつだね。どっちが良かったか。このうちフォークにする？フォークできる？箸でもいい？大丈夫、うん、箸でも、うん、上手上手。取れた。上手。いただきます。はーい。いただきます。うん、ありがとう。美味しい。はい、じゃあいただきましょう。はーい。今日はホットケーキですか、しおちゃん。はい、ホットケーキです。これ、西堀美でね。返す、裏返す。ちょっと裏返してみる？どうかな？まだ。もうちょっと？本当？弱い？いいかな？いいよ。やってみる？もうちょっとだね。でも。ぽちょぽちょね。ちょっとくっついちゃったかな？うん。皆さんの方がいいと思う。もうちょっと強くする？大丈夫かな。160度ぐらい。どう？これ最初にやったやつ。こっち。あ、そっち最初にやったやつ？うん、そう。そっちからやればよかったかな。頑張れ、りみちゃん。怖い。頑張れ。ゆっくり。おお。いいんじゃない？こっち、こっち、こっち。これ片方でいけんじゃね。勢いよくやった方がいいかも。こうやって、うん、おー、いいんじゃない？いい。ラストラスト。いい、もう。いいよ。お、いいんじゃない？いいね、できた。でもこれいいんじゃない？これお皿のしちゃっていい？うん。お、綺麗。どれ？あ、いいじゃん。ちょっと綺麗だね。いいね。綺麗綺麗。これ？うん。じゃあみんなのお皿にもリミちゃん乗せてください。ちいちゃん。おー、いいじゃん。美味しそう。美味しそうだよね。食べてみて。うん。美味しい？もっとかける。いただきます、うん、どう？うん、美味しい。美味しい、うん、やっぱね、焼きたてというか温かい方が美味しいよ ね。はい、ということで今日の夜ご飯はこんな感じです。はい、今回は麻婆豆腐とバンバンジー。バンバンジー。でもそう、キュウリがないんです。しほちゃんが朝食べちゃって、ね、本当はここにキュウリを入れたかったんですけど、はい、はい、でもね、まあいいでしょう。はい、はい、今日はちょっとね、さっきまでゲーム配信してたので、はい、こんな感じです。はい、はい、ということで、はい、いただきます。いただきます。
絶対美味しいね、このマーボー豆腐、うん、どうかな、超いっぱいになっちゃったね。でもみんなで食べるからね。そうだね。はい、じゃあゆっくり食べたいと思います。はい、どうだったでしょうか。それではバイバーイ。